ベルホーブナラーダまたは最高議会は、ウクライナの立法府。正式名は、ウクライナ最高議会。ベルホーブナラーダは、首都キエフ市内のドニプロ川沿いの高台に位置している。その議事堂には、大統領の皇帝と迎賓館である、マリア宮殿が隣接しているが、両建物は、上手に、ミスイクイーサード、下手に、マリーインスイクイーサードという二つの公園に、挟まれており。 さらにミースイクイサートの下にはディナモスタジアムがある。そのすぐ下はキエフの中心広場であるマイダン・ネザレージュの土となっている。ベルホーブナラーダは1938年にウクライナソビエト社会主義共和国の政治機関として最初の会議を開いた。ウクライナソビエト社会主義共和国のベルホーブナラーダは1990年7月16日に 行われた第12回大会において、ソ連からの独立を採択し、ウクライナは1991年8月24日、現地時間18時に、17世紀にロシア帝国へ併合されて、以来の独立を果たした。その後、第14回大会をもって、ベルホーブならアダは新たに、第3回大会と改められた。 議席数議席数、タイトルバーイコール A132 a ペトロポロシェンコ、ブロック82人民戦線二29反対、同盟33自立二22旧新党19、全ウクライナ連合、祖国96無所属。ありがとうございます。